お願いお褒めて、あと100円奇跡起きてほしい。いい位置、いい位置、位置はめっちゃいいよ。お願い。こんにちは、赤ちゃんです。今日は宇宙一大きなゲームセンターに遊びに来ました。クレーンゲームしかないんですけど、なんと400台以上あるそうで、もう一通りね見てきたんですけど、ディズニーグッズめちゃくちゃあったんですよ。今回はカメラマンさんのお友達がいるので、僕とカメラマンさんで合計1万円、5000円、5000円で好きな景品を取ってきます。ディズニーので、何個揃うのかやっていきたいと思います。ちょっとねいつも一人でやってるので、何個揃うか系初めてやるんですけど、楽しみです。それではちょっと今から二手に分かれて狙っていきたいと思います。はい、5000円。この企画は好きなもの取ろう、好きなもの取って揃ったら奇跡じゃない。ちょっとそれでいきましょう。ちょっと僕欲しいのあるので、もいきます。これやばくない？お顔が見えない。あ、見える。これ狙います。1個しかない、見当たらないんですけど、揃わないと思うんですけど、でもすごく欲しい、フランダー大好きなので狙います。さあ行きましょう。ちょっと巨大系なのでガッツリクレジットできます。よし、行け。一発で取れたりしないかな。やばいよこれ、いけるかも。さあ残り1、いけ。あー、待って、これいける気がする。右をギリギリにかける感じかな、こうね、ちょっと沿わす感じで。入り込まなかった。でもお願いお願いお願い。おおおおおお、あー今めっちゃ良かった。もう僕1000円使っちゃったんだけど。きつめにかけてみて。いいよ、いい位置だと思う。あ、バランスがね。おー、ここに来ちゃった。さあもう2000円使っちゃいましたね。これは何としてでも取りたい。お願い、こっち来て、こっち。お願いお願い。おえやばいやばい、ゲットしちゃいました。嬉しすぎる。ちょっとまた補充してもらって、残り2プレイあるので狙ってみましょう。ミラクルで取れるかもしれないからね。あー欲しい。でも2個あったらね嬉しいね。残念。じゃあ次の台たくさんあるので行きましょう。あ、ちょっと今2000円使ったので残り3000円ですね。あ、待って、もうこれでしょ、もうこれでしょっていう台を見つけちゃいました。もう本当にチップと出る大好きすぎるので狙います。あ、デール届くかな。でもなんか最近デールのグッズが多すぎるからチップ狙おうかな。行ってみましょう。なんかお互いに端っこに行きすぎてて、あれ届かないな、こっちか。え、こっちも届かないんだけど。え、届かないじゃん。一応行ってみる。これがギリギリ行ける可能性があるかもしれないけど。お、やり込んだ。ちょっと届かなかったので真ん中に移動してもらいました。行くよ。よし、いいよ。お、鼻でバランス取ってる。さあデール狙ってみよう。さあ、お、また鼻でがっつり。あそこのポジションに定位置だね、定位置。さあチップ、難しいか。難しいね。はい、諦めます。欲しかったけどね。ディズニーグッズたくさんあるからね、他の探しましょう。お、え、待って、可愛すぎる。メックスが可愛すぎる。欲しい欲しい欲しい。4、5、これでもう3000円ですね。行きましょう。僕ねちょっと狙いがあるんですよ、その紐の間をね。よし、あ、ちょっと紐の間には入んなかったね。結構難しいなこれ。多分ね細さ的にリトルグリーンメンなんだよな。レックスちょっとこの設定では難しそうですね。だけどレックス欲しいな。ちょっとギリギリでかけてみて。太ももの方が太そうなので、で、あの隙間あの隙間あの隙間けど、あーむずい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 。分かった、ダブルでいってみよう。ここ、あ無理か。あ
無理でしたね。リトルグリーンメン狙えますか。結構首元が細いね。ここら辺狙った方がいいのかな。おエレックス欲しい。奇跡起きないかな。引っかかる。わかった、あの首の後ろだ。今なんか引っかかりそうな気がした。ラストワンプレー。ああ。さあ残り1000円ですね。お、ディズニーグッズある。あるよあるよ。これで欲しいんだよね。これかわいすぎる。待って、これ欲しい。5。いきまーす。ちょっと左ギリギリでやってみたけど、そんなことして意味があるのか。で、これで挟めばいけるのかな。わかんないけど。これ欲しいんだけど、残り2プレイ。プルン。ちょっと100円ずつプレイしていこう。これはね、もちろん出る。狙います。何やってるんだ、何やってるんだ。さあどうだ。いいよいいよいいよ。ちょい奥で転がりそう、転がりそう。難しいので移動します。かわいいかわいい。さあこれプレイしましょう。僕トイプードル大好きだからね、このね、モップみたいな感じ大好き。難しい難しい難しい。移動します。ちょっとね、隣にあったこれが気になりました。これね、多分トイストーリーの新キャラだよね。僕ね、まだトイストーリー今撮影してる時は、始まってないので、そうだと思うんですよね。でも可愛さ的にひよこがいいので、ひよこに交換してもらいましょう。さあ黄色にしました。いきます。待って、残りいくら。 1,2,3,5,1,100 円か。あ、これアーム、こういうアームなんだ。なるほど、少しずつ押し出すんだ。じゃあ真ん中の重心を狙うのが大切か。で、ギリギリでなるべくかけたいとこですけど、いいね、ギリギリだよ、ギリギリ。めっちゃいい感じ。どれぐらい進むか。うっ、めっちゃ進むじゃん。この子の名前はなんて言うんだろう。結構見た目の可愛いキャラクターですよね。これはやばいよ。使っちゃう、もうね、僕やっちゃうよ。いっちゃった。残り100円になってます。取りたい、何としてでも取りたい。これあとこのプレイで取れる？取りたい。これはやばいぞ。あと100円、奇跡起きてほしい。もうこれ超テクニックにかかってると思う。奇跡起きて。いい位置いい位置、位置はめっちゃいいよ。お願い。うっそ、やばっ。ぴったりぴったり5000円で取れました。やばくない？僕もすごい持ってると思う。今回大収穫ですね。何品一致するかっていう企画でしたよね。でもなんか勝手に個人的に満足しちゃって楽しんじゃってる。まあお家に帰って答え合わせしましょう。はい、帰ってきました。じゃあ袋だけ机の上にせーのって置こう。せーの、じゃん。サイズの違い、全然うまく取れなかった。僕は僕でもうなんか自分の世界に入りすぎちゃってた。もうすごく楽しかった。楽しかった？楽しかったです。あ、じゃあもう楽しかったんだったらもうね、企画は OK だと思います。いやでもね、本当に何個一致してるかっていうところなので、じゃあまず一つ目ずつ、一個ずつやっていこう。何個取れました？5個取りました。僕2個だから、あ、でも5個取ってたら1個ぐらい被ってるかもしれないよね。 OK、 じゃあ行きましょう。じゃあ、一番大きいので勝負しますね。勝負。1個目。せーの。ああ、もう無理だ。もうこの時点でもう無理だ。え、待って、これすごくない？頑張りました。全然進まなくない？奇跡的に、ここに引っかかりました。え、すごい。何プレイぐらいしたの？10回ぐらい。確かにこれすごく難しいから、僕2回ぐらいしてこれ無理だと思って見切った。これいくらで取れたと思う？3000円。1500円。すごい。だよね、すごいよね。奇跡奇跡。そう、もうすごく嬉しかった。私これ狙ったんですよ。でもじゃあお互いに狙ってたは狙ってたんだね。狙ってました。ってことだよね。すごい。じゃあ次いきますか。じゃあ2個目。せーの。で、うわー、これも僕の好きなやつじゃん。気づかなかった。じゃあ3つ目。せーの。ドン。え、何？マスライトイヤー。
こんなのあったんだ。てか全然僕見回ってないかも。ターゲット絞られすぎててさ。いろんなとこ見ました。で、可能性のあるものを取れそうってこと。取れそうです。ああ、なるほどね。そっか、取れそうなやつね。僕も一応トイストーリーグッズは狙ったんだけど、それもやっぱ大きかった。レックスのリュック、すごくない？え、もしかして私、リジェネのリュック狙ってました。うわ、あれめっちゃ難しかった。そう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 、超難しかったの。難しいやつばっかにお金使っちゃった。じゃあ、4つ目いきましょう。せーの、ポン。あれあれ、これなんか見たことある。あ、トイストーリーグッズ多いね。それは何で狙ったの？取れやすそうだから。取れやすそうだからね。あー、じゃあ今回取れやすそうなのを重視したんだ。大きさが確かに大きさの差。ちょっと大きいの狙いすぎてたかも今回。僕難しいので、お友達は簡単なものだったっていうね。じゃあラスト、絶対違う。いや、あ、待って、じゃあ色、せーの、黄色。じゃあ行こう。せーの、はい。え、ロッツォ？じゃない。え、何これ？おかしい。これでも一発で取れました。え、すごっ。こんなのあったんだ。しかもこの、これ好き、僕。このさ、アニメのさ、このミッキー。なんかちょっとポップで可愛いよね。これ何かわかる？これ見た瞬間、本当に欲しいって思った。今、原宿で流行ってる、うさぎの、耳あるじゃん。それの、ついにディズニーバージョン見つけちゃって。おぉ、じゃじゃん。しかもね、ちょっとわかんないと思うんだけど、トイストーリー4の新しいキャラです。もう前からね、このぴょこぴょこのお耳のやつが欲しくて、欲しかったんだけど、なんかちょっとうさぎじゃないなって思ってて、ディズニーのぴょこぴょこ耳ってないじゃん。だからもうこれも何としてでも欲しいと思って、ちょっとこれやってみたかったの。うわー、これ嬉しい。これいいよね。これでなんかトイストーリー系のやつ撮ろう。イエーイっていう感じです。全然かぶれなかった。で、僕のお友達はね、結構僕の好きなものに寄せてくれてた。本当になんか結果を結構裏切る感じで、これは僕が悪かったです。ちょっと全部並べよう。え、だけどね、これ5000円で、これはすごく嬉しい。なんか良かったなって思う。あ、かわいい。すごい、本当にすごく大きいゲームセンターだったので、なかなか被るってそもそも難しいよね。これ気づいたどこにあったか。見たんですけど、ディズニーキャラクターがよく確かにまだね、映画にも出てないもんね。ちょっとまだどんなキャラか知らないけど、こういうなんかグッズ持ってるので、ちょっと応援したくなるっていうか、推したくなるっていう感じで、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価、お願いします。トイストーリー4にちなんだ動画も今後たくさんアップするので、ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。